こんにちは。私は山田達也と申します。現在59歳です。私がマニラの会社に就職しまして、すでに1年経っております。今2つ目の会社がの仕事が来月から始まります。私の1つ目の会社のジョブオファーまでのプロセスを皆さんに今回はご紹介させていただきたいと思います。まずオンラインで僕は日本でそのままインタビューを複数回受けまして、あとは日本語のアセスメント、日本語の能力テストみたいなのがありまして、トータルで4回ぐらいでしょうか、インタビューとアセスメントがありました。一番初めのインタビューっていうものはすごく簡単で、ヒューマンリソーセス、人事の方と日常会話を楽しむ程度のものでした。まあ、時間にしてそうですね、5分ぐらいだったと思います。それが終わりますと、その次に日本語のアセスメントという、日本人、日本語を話せる方でしたらもう絶対にパーフェクトにできるぐらい簡単な日本語の能力テストがあります。それは皆さん簡単だと思いますので、皆さん全て合格できると思います。次に受けたのがですね、職場の上司との、インタビューだったんですが、その時に一番私としては皆さんに気をつけていただきたいなと思うところがありまして、まずその会社の、どんな会社かっていうものをまず最初に調べていただいて、調べるというか JK ネットワークサービスさんにお伺いすれば、前例とかがかなりありますので、どんな会社なのか、またあなたが、受ける職種ですね、そのポジションはどんなことをするのかということを、JK ネットワークサービスさんの方に、しっかり尋ねていただいてから面接に臨んだ方がいいと思います。そうしましたら、結構スムーズにいきますし、またわからないことがありましたら素直に面接官に聞いた方がいいと思います。どんなタイミングでもやっぱり皆さんポジティブな答えをすれば、面接官も納得していただけますので、どうぞ皆さんもトライしてください。で、最後はですね、私の場合はクライアントさんとのインタビューだったんですが、それももう日常会話で本当に簡単なものだったので、そんなに敷居が高くて難しいんだろうなって思って諦めちゃうのはすごくもったいないので、どんどん JK ネットワークサービスさんの方にお願いしてアプライして、どんどん面接を受けてみてください。そんなに難しいことはありません。英語が本当に日常会話でができましたら、本当こちらにはたくさんの仕事がありますので、皆さん本当躊躇しないでチャレンジしてみてください。もし、ダメでも、ダメ元であってもやらないよりもやった方が絶対いいですから、私もそのつもりでやってきましたんで、私のような英語があんまりできない人間でも仕事がこっちにはありますんで、どんどん応募してみてください。よろしくお願いします。